う刺激の虜になってしまったのがブルドッグのロック君。その刺激とはガムテープ。飼い主さんが糸くずを取り始めるともうじっとしてられない。かわいい。他にもやってよ。かわいい。ロック君おねだり。そしてあー気持ちいい。そうロック君、ガムテープで毛を引っ張ってもらう刺激がたまらなく好きなんです。これをやめてしまうと、ちょっとやめないでってもっとやってちょうだい。今度はガムテープを長く伸ばして大サービス。あーたまんねー。もうガムやっちゃってくれる。あー気持ちいい。そうそこもう一回で前も引くみんなもハマるからやってみな。応援に行くと必ずあることをするというミック君。そこでお散歩を追跡してみると、落ち葉の中から加えたのは大きな枝。そしてうまくバランスを取りながら歩き出した。そう、実はミック君、この公園へ来ると大きな枝を探し口に加えたままお家へ持って帰るんです。そしていよいよお家に到着。しかしすごい衝撃だった。しかしミック君諦めない。縦向きに加え直し引っ張り上げてゆくが、次の瞬間ハンドが椅子に引っかかった。またこの動画で急いだの誰だよ。もう助け舟を出した飼い主さんの後をついていくと、玄関脇にすごい数の枝。すごいよね。なんでだろう。これすべてミック君が持ち帰った枝コレクションなんです。いい枝落ちてる場所知ってたら教えて。大分県の水族館ウミタマゴで人気なのがセイウチのブブ君。貫禄たっぷりのブブ君は特技も男らしいという。それはなんと腹筋。これすごいよね。よいしょ。誰か入ってるんだよ。よいしょ。最近お腹周りが気になって始めたんだけど、体が重いから1回だけでも大変なんだよね。すごいね。よいしょ。すごいよ。あーもう限界。長野で芸の道を極めたペットを発見。日本舞踊教室の看板猫国松くん。では早速国松くんの素晴らしい芸を見せてもらいましょう。お手、そしてワクフリ。でもこれはほんの小手調べ。さらにすごい芸があった。なんと踊っている。そう、国松くんはお師匠さんの一緒に日本舞踊を踊ることができるんです。表現力あふれる見事な手の動き。芸の道を極めた猫ならではの究極のお家芸です。これはすごいよ。こりゃこりゃ。2004年面白ペット第1話。うちのしんのすけはとっても食いしん坊なためにみんながあっと驚くような技を編み出したんです。食いしん坊ならではの技とは何なのか。お母さんが運んできたのはしんのすけくんが大好きなリンゴ。しかしこの家にはあるルールが。実はしんのすけくんがテーブルの上に上がるのは絶対禁止なんです。上がっちゃダメよ。テーブルの上上がっちゃダメよ。とその時なんと体が浮いた。前足だけで体を支え宙に浮いたままリンゴを食べています。すごいな。あー美味しかった。お母さんテーブルには上がってないよ。最初はそんなじゃなかったんですけど、最近はこの辺りの筋肉がムキムキになってマッチョになってきました。というわけで堂々の1位に輝